さん今いくつですか？俺は二十二ですね。えアリケンさんいくつですかいくつだと思いますあっきも新次さんの詳細所属サドルって書いてある丸尾さんは二十五ぐらい俺三十四だが天さんぐらい打ち合い強くてさそれ以上に強いやつっているのいや全然いますよどう変わるどう違うのさんが。 全然だからこの世でそうだよねまあそうだよねそうだよねえどうどう強いんですかもうその域になるとえでもなんかもう早いの反射神経だけがするうんあまあ反射神経なんだあと若さ若さああやっぱ10代の子とかはくそ早いんですかいやもうやばいっすねもうおかしいンもおかしい本当トに早いそんな早いんだ FPS ってなんか生命っていうか短いっていうよねああねそうだよね なんか二十五歳ぐらいから衰えるみたいな、うん、はよく聞きますね。加、ね、点さん今いくつですか。俺は二十二ですね。二十二。二十二。まだ。二十二なんすか。<laughs> え、二十二なんすか。<laughs> まだ二十二。やばいさん舐められるぞ。やばい舐められる。<laughs> <laughs> 子供だと思われる。二十二なの。え、俺三十四だけど。なんか、まだ衰えてるかな、もう。うん、まあ。もうちょいしたら。 ちょっと危ないかもですね。まあま,<だ> <laughs> まだいける、まだ行ける。いい<う>えじゃあゼータの歳位ぐらい取ったときって何歳ですか？あれ二十ぐらいですかね。うわ、ちょうどええ。続いて。マジか。公開してるっけ年齢？年齢僕はえ公開してない。 ですけどそうですね、21で一応通ってますけど。ああ、じゃあ21じゃねえんだな。通してるって何そう、21、22になっただじゃあ、ンさん、ためなんだ。そうですね。おお、これはためなんだ。だから反射神経はかなり。いける感じだ。いける感じで。え、アリケンさん、いくつっすかいくずだと思います 肝もキャバクラ来た。あデブ戦のキャバクラね。俺二十七。あ、二十七なんだ。二十七ですね。今年。ええ、でも若いな。信二さんとかいくつでしたっけ？信二、若いはず。二十六とか。さ、おなじ年ぐらいじゃない？健。うん、俺よりちょい上ぐらいじゃないですか、多分。え、そうだ。え、多分上なんだ。ちょい上だったんですよ。え？ 下なんだ。いや、下じゃん。なんか25ぐらいって聞いた気がするんだけどな。ちょうたけ。何歳なんだろう、んじ。あ、あんま知らないんだ。でもなんか。うん、全然知らない。んじはまじで年齢けない。まあね、見た目的にはね。いやでも俺よりちょい上ぐらいだった気がするんだよな。あ、そうなんだ。28だ。28?28 か。9 5年れの。あ、じゃあ2個上だ。29だじゃあ。1月ら。29なんだ。 だ。だ早生まれね。みんな20代ばっかだね、シャさんね、俺ら。何これ、俺ら30代だね。シンジさんの詳細、所属サドルって書いてあるんだけど。だけど、一文字違うって。リだよ、リ。リドル。サドル。しかもこれ、いやいや、これ、しかも自分が書いてるやつだよ、スイッチの詳細欄みたいなの、下のあるじゃん。 画像のハーニングとかある場所よえ、もしかしてリドルに入ってるリドルに入ってること隠そうとしてるあんの人タドルって書いてある丸尾さんは二十五ぐらい俺、三十四だが<笑><笑>何笑とんねん何笑とんねんすご,すごい胸張って言われた格ゲ,と格ゲーだと若手格ゲーだと若いっすまだ若い方、俺 も,おもちさんまでは勝てなんでしょう、うん、いやまあさすがにさんまではわかってはないけどねさすがにさすがにないとかいうと格下かやっぱおじさん多いなでもおじが強いんだよないやーでも最近は若い子強いっすよ言うて6は反射神経<う>やっぱいやー6は結構フィジカルゲーなとこあるからねあそうなうんだ結構フィジカルゲーだと思うんですけどね <laughs> え何歳ぐらいですかその若い人いやそれこそ2十。 二十歳とかいるっすよね。二十歳前くらいでだのハタチとかじゃなく、うん。カウあひくんとか十二十とかか。ひかるくんたか二十か。うん二十だった気がする。カノクも二十四とかかな確か。えあそうなんだ。そうなんですか。河野ク二十四とかで。タチは同い年。俺と。ああそうかも。タッチ二十七とかかも。田川さんな。田川さん。田川。頑張ってたな。田川だ 強かったな。いや、合ってた。まさか、レシャーに勝つとは。レシャーと、誰だっけあ、さ、アングリー。あ、そう、アングリーね。アングリーボード4-1ぐらいじゃん。そう。5-1?5-1 ぐらいで勝つ気がする。普通に処理してた。うん。強かったな。しか、アングリー何歳か知ってるあれ25とかだぞ。えぇーアングリそう。えぇい。結構じゃあ、格ー業界若手。いや、そう、だからね、若手が増えてきてるんですよ。だからあれ、あの、ベスト8ぐらいなら結構20代ばっかっすよ。 ャオハイ以外全員20代だ優勝者以外は多分20代とかだと思うャオハイさん何歳なんですか3535なるさんじゃないですかそうそうそうそのぐらいすご他もう全員20代とかですえ FPS って一番長い年上で何歳ぐらいなんですかえっとどんぐらいなんですかね30代もいるあうん全員30代はいるんですけどいるんだ かうん、バロって人アイジェルいるじゃないですか<ー>その枠が大体おじさん枠なんですよ30代の人がアイジェルみたいなそう、えーえーなね、あはい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 30代の人が10代の人を動かすみたいな、うんうん、あなるほど、うん、え俺の,あのエ,エンジェル選手好きなんだけどエンジェル選手俺の一個上ぐらいだったそうなんだ え、じゃあ俺とためぐらいじゃん。あ、たぶんそう。ええあ、そうなんだ。野呂さん、詳しいね。俺、結構 VCT とか見てますよ。見てますよ。今でも結構見るし。それこそ、あの、見てましたよ、天さんの。最近のフェンえー、あ、ほんとっすかえ、見てました、見てました。サイファーとか結構使ってたでしょ。んサイファー使ってなかった天さんが天さんが野呂さんえ、使ってないでしょ、サイファー レイズとかね。レイズも使ったでしょ。レイズ使ったでしょ。ごちゃごちゃじゃないですか。いや、エンジェルの話しようかな。え、ッカーは使ってなかったっけサンセットかなんかで。予選、なんかあの、あれですね、オフラインじゃない大会では使ってたっすね。あ、使ってましたよね。

なんなんだろうなあれ文字が太くなるんだよなあの瞬間そう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 フォントが違うんだよねフォントがンマシーンリドルも強かったっすね優勝したっすよねんならねんちゃらショーみたいなアセンションアセンションだそれだアセンションねアセンションのことででもアセンションで勝ったらどうなるかみたいなのがいまだによく分かってないんだよねあ俺もねあれよくルールが分かんないねこれ勝ったらどうなるんだろうと思いながら見てる毎年見てるけど勝ったら何なんだろうって わかんねえけどみんな強えやと思いながらとりあえず勝っちゃいいんだろう勝ったら何なんだろうと思いながらとりあえず勝ったらいいことはあるっすそうだよね大体勝ったらすごいいいことがあるかまあまあいいことかまあね勝って悪いことはないわ悪いことあっレディーいってるうわもうこんな感じで来るんや頑張ろう